はい、白、はい、ちょっとね、右手から押さえて払って、で、内側にちょっと丸みをつけてね、いくような鉛筆です。はい、三角目はこの腹のところから刺激して右上がり、そして斜めに押さえ直して内側です。ここも丸みをつけるように、右上がり、平行で、そして最終角、はい、横角の間等しく見えるように描いていきます。はい、雲、右上がり、そして、はい、ちょっと外側に行くようにして、はい、ここは細く、そしてここも斜めに押さえ直してから二角目に向かって跳ねていくね、描き方です。縦描く、長くしないですよ。はい、この点は横に行くようにして、1、2、3、そして1、2、はい、右上がりで1、2、3、そして1、2、3、これも跳ねて、はい、そして右上がりです。ここも右上がり、はい、そしてここも点接になりますね。斜めに押さえ直して、ちょっと深めに刺筆して払っていきます。はい、最後ちょっと下に行くようにして立てて、収筆は点接と同じ高さでまとめます。はい、みつる、1、2、3、三髄は狭くまとめていきます。1、2、3、そして押さえてから上方向、はい、そして横角、はい、立てて、はい、縦角ですね。そしてこちら内側に寄せて、はい、右上がり、同じ方向に上げていきます。そして縦角、内側に寄せて、はい、三髄よりも下に行かないように、次の横角、はい、同じ方向で、そして折れ、内側に寄せていきます。三髄と同じ高さのところまで、で短く跳ねていきます。そして縦角です。はい、長くしないで、はい、角管に気をつけて、ここも折れ、右上がり、そして内側に寄せて、はい、下に出て、みつるですね。はい、空です。1、2、3、そして外側に横角、右上がり、押さえて内側に、二角目に向かっていきます。はい、そして四角目は中心とこの二角目の間で、やればね、はい、そして中心のところ、
脂質収縮も右上がりになりますね。そして横角、ここも右上がりです。はい、この縦角は少し左下にで、最後太めに右上がりで、そして割と押さえていきます。はい、最後山、はい、1、2、3、はい、そしてここを筋脈を通してちょっと先から入って右下に、そして内側に寄せていきます。ここで深めに押さえて、深めに押さえて、で右上がり、はい、縦角の、ね、間の間隔に気をつけて、この2画目よりも高い位置でこういう動きなんですね。で内側に寄せて、はい、収縮の位置は転接の高さと同じような位置で止めます。はい、このようにして書いていきます。